どうも、パンケーキでーす。いつもコメントたくさんありがとうございます。僕の動画のおかげで全米が泣いたらしいです。というわけで、今回はダイナモでのシールドのまくり方について紹介したいなと思います。でシールドに対して普通に振るとね、こんな感じでまあ、1回とか2振り ?1 振り2振り分ぐらいね、無駄にしてしまうんですけど、まず一つ、シールドが展開しきる前に、倒す、まあ、シールドはね展開まで時間があるのでシールドが展開しきる前に倒すっていうのがまず一つと、シールドの上からインクを落として局射で敵を倒すっていう二つの方法があって、でこの局射の方がですね思ってるより上向いて振るっていうのがコツですね。でもう一つポイントなのが、敵もね攻撃してくるので自分がね距離取ったりして安全な位置から振るっていうのが大事ですね。まあ今シールドに囲まれて困ってる人とか、よかったら使ってみてください。